はいどうも皆様こんにちは、グリードです。今日はですね、僕が今年で一番楽しみにしているゲームの最新映像が公開されたので、ちょっとねご紹介させてください。あのスカイリムや、フォールアウトで有名なベセスダソフトワークスより今年の9月6日に販売されますスターフィールドですね。こちらのゲーム開発期間なんと25年というね月日をかけたゲームとなっております。対応機種は Xbox、Windows、PC となっております。 Steam 版は通常版で9680円ですが、なんとこちらのゲーム発売日初日からゲームパス追加というわけで、Xbox のゲームパスが月額1000円からとか1100円からとかで、いろんなゲームがプレイし放題なんですけど、発売日から追加されるという、おいおい大丈夫かおいっていう感じなんですけど、ただ Steam 版は、アーリーアクセスで5日前からプレイできるよっていう特典はついてます。この Steam 版のアーリーアクセスがついてるだけというだけで、もうすでに Steam の売り上げトップ2に入ってくるという感じで、もうかなりのね予約が入ってるんですけど、あ、これね、あの絶対コメントで書かれると思うんですけど、プレイステーションでは出ません。ベセスダはマイクロソフトに買収されてるので出ません。なので PC か Xbox を買いましょう。もしくはスマートフォンとかで、タブレットでクラウドでスターフィールドとか実際にあの Xbox のとかのゲームプレイできるんですけど、まあスターフィールドはさすがに重くて、どう快適にはプレイはできないかなとは思います。なんで PS で出ないんだよって言われても、まあこう任天堂のゲームがなんで PS で出ないんだよって言ってるのと同じなので、まあそこは対応機種を買いましょう。まあ PC 買えば一発なんですけどね。改めまして、このスターフィールドはオープンワールドの宇宙を舞台にした RPG になっております。でとにかく自由度が高すぎるということで話題になってたんですけど、まあ宇宙のオープンワールドといえばノーマンズスカイとか、なんかねそういう似たようなゲームあるから別に大したことねえじゃんって思う方いると思うんですが、もうねレベルが違いますよこのゲーム。とにかく自由度とリアリティのレベルが全然違います。このゲームの細かいところを今回ね発表された内容も含めちょっと、読んでいこうかなと思います。まずこのゲーム、この空に輝く1000以上の惑星、どこでも行けます。本当にどこでも行けます。宇宙ってまあ本当銀河ですよね。本当に銀河全てを舞台にしてます。で星と星の移動だけじゃなくて宇宙空間も移動できて、こう宇宙空間にあるこう宇宙基地みたいなダンジョンに入ることもできます。1000以上の惑星それぞれに違う文明、文化、生命体、建物だったり、あと採掘できる物資とかね、そういうのも全て違います。ただマップが広いだけだったら他のゲームでもあるんですけど、ここ作ってるのあのベセスダですから、フォールアウト、スカイリムやったことある人なら分かると思いますけど、ものすごい人、建物がありで、セリフの数もとんでもないです。今回はフォールアウトやスカイリムでおなじみのすごく細かいキャラメイクももちろんあります。で今回はさらに細かくなってて、歩き方まで変えられたりとか、あと出生ですね、あのその人物の背景も設定できます。まあ例えば元料理人だったらまた特別なスキルだったり、あと物語のねに影響してきたりとか、そしてスキルツリーも膨大にあります。マップに関してはその実際にね、その開発の方が人が手をつけたマップと自動生成のマップを組み合わせてるらしいです。自動生成のエリアに関してはそのプレイヤー見た時点で、存在するようになるので、まあ各プレイヤーによって違うマップの雰囲気になったりする。まあ体験が変わってくるっていうことですよね。戦艦や基地もね、自分の好きなようにカスタマイズができます。動物風にしたりとか、ロボット風にしたりとか。これに関しては、見て下がれ早し本番司令官が爆発する。登場させるクルーも、好きに雇えるということで、まあ、どんどんこう宇宙戦艦のように人を増やして、自分だけの宇宙艦隊みたいな風にできたりもしますね。正義の道を行ってもいいですし、こう宇宙海賊みたいな感じで、もうとにかく宇宙船バトルして敵船に乗り込んで奪ったりとかね、そういうこともできます。あとベセスダのこのオープンワールドシリーズでおなじみの小物類ですよね、アイテムも全部一個一個動かせるし、アイテム量も今回相当多いんじゃないかなと思います。なんか食べ物も異常になんか凝ってて、食べ物の種類だけでもなんかすごい映るなっていうか、どんだけ種類あるねんっていう風に思いましたね、トレーラー見て。戦闘に関しても、例えば武器のバリエーションもこのベセスダのゲーム史上最多らしいので非常に楽しみですし、なんかブーストパックとか、なんか COD AW っぽいような、ブーストパック使ったりとか、あと星 によっては多分低重力とかもありそうなので、あと無重力空間での戦闘も
あるみたいなんだけど、例えば無重力空間で銃を撃つと後ろにこうね、銃の反動というか後ろに押し戻されてしまったりとか、そういうアニメーションの部分を凝ってるんですよね。以上ざっくりですけどこのゲームの話をしましたが、いやでもね全然語りきれない本当に。ベゼスダの YouTube チャンネルの方でそのこのゲームの詳細いっぱい上がってるんですけど、まあ、そちら見てほしいなと思います。本当にね、なんだろうな、ゲームというよりまあ本当別世界ですよね。いわゆるバーチャル世界というか、なんかいつかの未来はこういう世界にこうリアルダイブできるような時代が来るんじゃないかなっていうふうに思いました。これらの説明で どうですかね、こう他の宇宙ね、オープンワールド系とはちょっと一味違うよっていうところが伝わりましたかね、どうですかね。ここまでの規模になってくるとやっぱりその PC のスペックとかもね、一応公開されたのかな、かなりかなり高くなってきますね。で最新の Xbox でも 30fps らしいんですよ。だからもう基本的にそのコンソールに合わせるとかじゃなくて今出てる PC を最大限使ってね、どこまでこの宇宙という舞台で究極の RPG を作れるかみたいなところを極めたゲームになってるような気がします。だからより多くの人にプレイしてもらうゲームっていうよりはなんかもうね、なんでしょう、この好きな男の夢を詰め込みましたみたいな。心配なところはですね、もちろんありますよ心配なところ。まあベセスダですからね、まあバグるんじゃないかなとは思うんですけどね、フォールアウトのね前作とかまあねいろいろあってバグがひどくて、まあ、最初大こけして、まあアップデートでねプレイできるようにはなったんですけど、まあこれもねアップデートもされると思うからそんな心配しなくていいのかなと思いますし、前作の失敗もあると思うので、まあ、ここまでのビッグタイトルですからバグは最小限にしてくれると祈っております。あともう一つ心配なところはもうボリュームがありすぎてこのゲーム終わんねえなっていう、多分、10年ぐらい遊べんじゃないですか。でも最も加わったとしたらこれに最も加わったらもうですよ、終わんないですよ、一生遊べますよ多分これっていう風にちょっと語りましたけど、スターフィールドの、紹介でした。いやもう非常に楽しみです。これが今年出るっていうのが本当未だに信じられない。まあ、僕も発売されたらすごいやると思うんでよろしくお願いします。まあ、バグがなければ、はい。ゲーム好き SF 好きの方はねぜひチェックしていてほしいですね、これは。てな感じで、ちょっと長くなりましたけどお疲れ様でした。